広報を元すの特に注目していただきたい記事を紹介する広報を元す、ここをチェック。まずはこの表紙をご覧ください。今回はパリオリンピックの総合馬術団体で銅メダルを獲得した元津市出身の戸本一真選手です。表彰式の後、銅メダルを下げ相場のビンシーとともにウイニングランをする戸本選手、満面の笑みでポーズを取る戸本選手と、スタンド総立ちで拍手を送る観客の様子が切り取られた素敵な一コマです。早速記事の紹介です。特集、戸本一真選手銅メダルおめでとうについてです。本巣市出身の戸本選手はパリオリンピックの総合馬術団体で銅メダルを獲得し、個人では5位入賞を果たしました。馬術でのメダル獲得は1932年ロサンゼルスオリンピック以来、実に92年ぶりの快挙となりました。さらに個人での5位入賞は東京オリンピックでの4位に続き2大会連続となり、こちらも史上初の快挙となりました。紙面では競技に挑む戸本選手の勇姿や表彰式の様子、また母校の新生中学校で行われた壮行会の様子などを紹介しています。ぜひご覧ください。続いてインフォメーションの中から記事を厳選して紹介するココピックアップ、今回のラインナップはこちら。マイナンバーカードの受け取りはお早めに。マイナンバーカード交付通知書が届き、まだカードを受け取られていない人は市役所窓口にて早めに受け取りの手続きを行ってください。詳しくは市民課までお問い合わせください。女性の活躍サポート講座、結婚や出産、育児などを理由に一旦離職した女性向けに再就職に向けた支援講座を開催します。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、企画広報課へお問い合わせください。さて、ここからは今月号の中から一押しな話題をお伝えする一押し元す。今回の話題はこちら。数学と音楽、アートのつながりを演奏やトークで表現、数学のまちづくり講演会。数学者でジャズピアニストの中島幸子さんの講演会が市民文化ホールで行われました。市数学のまちづくり学術アドバイザーを務める中島さんは、来場者にクイズを出しながら数学と音楽との関係性などを紹介し、数学の魅力を伝えました。またバンドメンバーと息の合った演奏を披露し、多くの来場者が楽しく学びを深めました。今回の広報元すココチェックは以上です。広報元す9月号を今すぐチェック。